どうも。今日は一日嘘です、ごめんなさい半日練習自主練をしてました。でお仕事もあったので、そう一回途中でやめたんですけどっていう感じです。明日も自主練をするために少し早起きします。そのためにアラームをかけておきます。もうすでに忘れると危険なのでそうマネージャーさんにまあ、みんながね集まるよりもちょっと早い時間に行きたいですっていう話をお願いして、そうマネージャーさんがわざわざなんか私のために開けてくださるんですよ。なのに私が寝坊して行かないとか最低なのではい、しっかりと明日の朝起きたいと思います。何時って言ったっけな、マネージャーさんに。でも今日もなんか間違えた、今アラーム音でかくしたらダメだよ、配信中に爆音で LINE の通知とか来ちゃう、ピーポー。今日もなんかわかんない、今日は暑かったんです、めちゃめちゃ。そうだ思い出した、なんか今日朝起きたら、てか朝じゃなくて起きたの、朝なんだけど早朝、そうまだ全然寝てていい時間じゃんみたいな時間に起きて、なんでかっていうとめっちゃ暑くて汗かいて起きました。いや暑かったですよね。でしかもなんなら私こう寝てる間にあれをしないんですよ、冷房つけないの、そのタイマーで全部消しちゃうのね、扇風機とかも。そうだからもう朝激アツ状態みたいな、そうやばすぎた本当に、なんかねもう汗みたいな本当今これで夏どうするんだろうって思って、でまあ朝もうその時間に起きてすぐにもう冷房つけて、暑すぎたからでもう一回ちょっと寝て2時間ぐらいもうちょっと寝て、で起きてちょっと自主練してご飯食べていろいろやることやって自主練をしにレッスン場に行ってって感じだったんですけど、本当になんかどうするのってぐらい暑くて今日の朝。だからそれで起きました今朝は。あ、ちょっと待って、ちょっとだけ待ってください。今ももう冷房つけてるんですけど、ちょっと待って、ちょっとやってから喋る、ちょっと待って。
すいません、あの何をしてたかって言いますと、あの霊感マットみたいな、なんて言うんですか、霊感シーツみたいなあるじゃないですか。そう、まあ多分本当は年一で買えるものだと思うんですけど、シーズンで私は買えてないんですけど、まあそれはいいとして、でももうだいぶ汚れているので変えようとは思うんですけど、汚れているっていうか毛玉だらけなのであのちょっと変えなきゃなと思ってるんですけど、あのそのね、それってなんか私秋ぐらいに、秋口ぐらいに、え全然あったかく、あ違う秋じゃない、ちょっといつだったか忘れ、えだったかな、なんかこれを使ってた時になんか全然涼しくなんないじゃんと思って、そう買って1年後とかだったの、それを使ったとのが全然進めたくならんやんと思って、そうでなんだと思ってたら、これって冷房つけないと、てかその空気、周りの空気が冷たくないと冷たくならないらしくって、そうだからなんか私はその時その全然冷たくならないやんって思った時はその冷房つけてない状態で、それそのシート冷感マットです、マットシートみたいなのを使ってたんですよ、お布団のね、そうシーツ冷感シート、わかんないちょっとむずいそうでそれを使ってたの。でもそのママにねえみたいな、えあれってさみたいな、期限あるみたいな、1年後とかも冷たくならないみたいな期限あるって聞いたら、なんかお姉ちゃんもその現象起きたらしくて、でもそのなんかエアコン使った日に使ったら冷たくなったよみたいな話をお姉ちゃんから聞いたみたいな話をママから聞いてそうそれで、あそうなんだと思って、で昨日はそのなんか私のシーツリバーシブルなんですけど、そのそっちじゃない方で寝たのね、そうまだそんなに暑いってなるって思ってないからそっちじゃない方で寝たんだけど、暑すぎたから、そう今日は絶対に表その冷感のやつにして寝ようって今日の朝思ったのでっていう感じ、今それをした今それをした、そうごめん急にちょっとなんかむずい説明、日本語ってむずい、やめよういやだって冷房がその長い時間冷房にとりあえず当てたいじゃないですか、だからそれをした、ちょっと急に思い立った、そうだから表と裏逆にしたの、急に急にごめん、それはそう本当にそれはそう、本当にごめんマジでキュやなって思うよね、本当にそれはそうマジでごめん。診察を手に入れましたか、いや手に入れてないっていうかお金現金を使ってない、うん、そう全然現金を使ってない、だから診察を触れる機会ない、そうマジで最近そのポイントカードを
違う、クレジットカードを使うことでポイントが貯まるから、クレジットカードを最近使うようになっていて、だから現金使うのは、私はまだパスモとかスイカがあれなんですよ、まだあのカードの方なのでそう、 P じゃない、携帯スイカみたいなやつじゃないから、そう、いまだにこの P ってやつ使ってるので、あのあれなんですけどそう、だからそこぐらい、私が現金を使うのは本当にそこだけ、それをチャージするときだけなの。そうだから現金を使わないですね。だから現金に触れる機会がまずない。そう、え、確かになんで新札にしたんだろう。え、だってさ、今キャッシュレスの時代ですみたいな言ってるじゃないですか。え、なんでそれにしたんだろうね。え、めっちゃ疑問。え、唐突な疑問。別に新札にしなくてもよかったくない？偽札防止、え、なんで偽札防止って別に関係なくない？今のえ、別に今のお金とはだったら偽札が作られないってこと？あ、そういうこと？諭吉との契約が切れたんだ。なるほどね。そういうことか。理解。そういうことね。諭吉との契約が切れたんだ。了解したわ。ごめん。ありがとう。諭吉と契約切れたから必然的に、自動的に、勝手に一葉さんも秀代さんも使われなくなったんだ。うわー、契約更新してほしかった。本当に悔しい。諭吉諭吉でも20年ありがとうだよね、本当に、うん、20年ありがとうって気持ちだよ。本当頑張ってくれて、ゆきちに感謝ね。ゆきりんさんより長い、本当にゆきりんさんより長い。え、なんかあれなんでしょ、新札と、新札の1万円と1000円の位置が違うみたいな、なんかネットニュースネットで話題になってた。なんか新札の1万円と1000円の位置が違うから気持ち悪いみたいな。そうなんだと思って、知らないから、見てないから、まだ現物を見てないからさ。あ、目が見えない人が触れて分かるように、あ、なるほどね。うわ、めっちゃ頭いいやん。え、待って、すごい。え、なんか感激。そういうことか。うわ、賢っ。え、誰そんなデザインにしようって言ったの。すごい。え、でもだったらさ、漢字でよかったくない？漢字の方が分かりやすくない？でしょ。あ、海外の人も使う、なるほどね、確かに海外の方にも数字で書いてある。いや、でも分かるやん、斜めに書いてあるやん、千と一って。まあでも確かに大きい文字で見た方が分かりやすい。それはそう、マジで確かに。円安だから、円高か、え、円安円安だから
ほど。ごめん、なんか違って気持ち悪いとか言って、変とか言ってごめん。ほんと良くない。ありがとう日本。ほんとごめん。え、すごい、バニラニャーニャーみたいなやつ5位にいる今うち。すごっ。そのさ、私さ、あれがさ変わった時が知らないからさ、お金、お札がさ変わった時が知らないのよ。そう、4歳だから。てか20年に一度ならなんでそんなさ半端な年にしたんだろうね。00とかにすればいいのに。まあいいんだけど。哲也さん、バニラアイスありがとうございますね。なんでそんな半端にしたんだろう。まあ、どうでもいいんだけどさ。でもみんなからしたらすごい。でもそれはもう感じたことでしょ昔。うん、みんな的にはもうさ、一回さ、私が4歳の時に感じてる人が多いわけじゃん。いや、まあもちろん私よりもね若い方がいらっしゃるとは思うので、同じ考えの人もいると思うんですけど、まあ、多くの方は。え、20年って決まってないの。え、そうなん。なんやなんやねん。そうなんだ。やばい、わかんない。この一人、たった一人の私さ、あれでさ考えてるからさ、たった一人のコメントでそうなんだとか言ってるからさ全然違ったらどうしよう。まあいいや。夏目漱石しか勝たんと思ってた。夏目漱石は誰でした。誰でした。いくらのお金の人ですか。1000円。え、1000円でいいの。1万円は誰だったんですか昔。聖徳太子。いや、じゃあ聖徳太子しか勝たんやろ絶対。松目漱石でいいの絶対聖徳太子しか勝たんやろ。面白いね、お札の歴史って。うわ、しょっちまんさん、バニラアイスびっくり箱ありがとうございます。よく知ってるね。物知り、物知りが多い。ゆきちさんは40年ぐらい1万円やってる。そうなの。でももう2024年の7月からはもう無理って思ったんだ。つらつらつらすぎ。え、40年後の未来、大谷翔平さんとかがあれになってんのかな。どうなんだろう。え、めっちゃおもろい。ちょっと誰か伝えに来てね、天国に。天国に伝えに来てね。めっちゃすごい偉業発見した人じゃ、偉業した人とかじゃないとダメでしょ。でも
紙じゃなくな、もう紙幣がなくなる可能性もあるのか。おもろいな。確かに。目かゆい。今日さ画面見すぎてるからさ、画面と紙をにらめっこしてた。本当に。一番悲しい人との、なんか一番別れたくない別れですよね、ゆきち。ゆきち大好き。え、私世界で一番好きな人、ゆきち。最低最低。でも多分全女子がそうだと思う。うん、ハルピョンが今夏目漱石に何も思って、いや別に夏目漱石に何も思ってないわけじゃないですよ。はい、別にそんなわけない。そんな、なんか夏目漱石をそんなね、何も思ってないわけじゃない。すごい人だなとは思ってます、はい、うん、全く。女子も、男子も女子よりユキチが好き。うわ、そっか。じゃあみんなの一押しはユキチってことね。了解。やばすぎやばすぎ。すぎ。いや、まあこっちから先に言い出したから大丈夫。こっちから先に言ったから大丈夫。あ、ユキチとお別れしてコンサートに行ってる。確かに本当だ。だからユキチとお別れしてハルピョンに会いに来てくれてるってことですよね。ってことはハルピョンのことの方が好きじゃん。え、ありがとうみんな。ユキチのことを振ってハルピョンに来てるってことでしょ。え、そうじゃん。みんな秀夫とか一夫とかユキチを渡してピンポンやってるってことでしょ。ありがとう。ありがとう。ユキチはまた帰ってくる。いやでもユキチはさ、帰ってくるの結構大変よ。うん、絶対そうよ。うちが帰ってくるのは結構大変なんだからね。もっと言うと最初は気があるふりをしてユキチ、あ待って、むずいからやめよう。ちょ、どういうこと？どういうこと？日本語って難しい、やめよう。
え、聞いてください。待って、やっぱり私って配信好きなんだな。だってさ、もうあと3分で終わらなきゃ、30分だから。明日まで、明日明後日はちょっと劇場に集中しなきゃいけないから、そう短め配信って自分の中で決めてるの。でもどんどん喋りたいことが出てくる。そんで今喋ろうとしたこと忘れただっけ、なんだっけ、日本語って難しいんだねの話から今何喋ろうとしたか忘れた。本当にごめんユニバースで話したいことは覚えてる、それは絶対に今から言うけど、今何喋ろうとしたんだっけ。本当に喋ろうよ先に、バカ。あ、え、なんだっけな、ちょっと待って、全然思い出せない。超どうでもいい話なんだと思う本当に。別に30分で絶対に切れるってわけじゃないから、そう40分やってもいいんだけど、別にでも自分が後で後悔するのは嫌だなって思うから、そうちょっとこの3日間は短い時間配信して、配信短い時間にして劇場公演頑張るっていう気持ちで臨んでるっていう感じで、リバースでそうこの話するねって言ってた、なんか悲しい話そうなんですけど、配信すら時間足りなくなるほどいろいろ楽しんでる感じ素敵。いや楽しんでるわけじゃないよ、あのねあのね、シンポジオを今覚えていて、明日なの本当にそう楽しんでるわけじゃないのもう心が痛いっていうか、頭がパンクみたいな、楽しくない。でもやっぱ一個新しいポジションを覚えるってことは、まあね、そこのポジションもね3人もいるから多分もう出ないとは思うんだけど、まあ出れるチャンスがまあちょっとは増えるってわけじゃないですか。そうだし、新しい自分を、なんか本当に今覚えてるポジションは、なんかこれまでのポジションだったら、その後ろにいた曲で前に行けるみたいな、まあ、逆もしかりなんですけど、前にいた曲で後ろに行ったりとかするんですけど、でもそのこれまで見てもらえてなかった私を見てもらえる曲が増えるっていう気持ちなのよ。そうだからそこに関してはめっちゃ楽しみだし、なんかゆいりさんからこうハルピョンなら任せられるってお願いされたので、ゆうりさんに話してた時に、いやもうピョンなら頼めると思ったって言ってくれた時に、なんか頑張ろうってすごい、それがなんかマネージャーさんから電話かかってきた時も、なんか村山さんと相談した結果橋本さんならできるんじゃないかなと思ってお願いしたいんですけどって言われて、いやもうゆりさんの話されたら絶対に出るって言うよそりゃと思って、わかりましたって言って、で別日にゆりさんと喋った時に、ピョンなら任せれると思ったからみたいな言われて、いやもうずるい本当みたいな気持ちだから、でも頑張れます本当に、それで頑張ってます今、その一心で頑張ってます。なので頑張ります。で、言いたかったことね、あの悲しい出来事があって、今日自己紹介違う自主練習頑張ったからご褒美にうどんを食べようと思って、別にご褒美にうどんっていうか、普通になんか美味しいご飯を食べたいと思ってうどん屋さんに行ったんですね。そう、あ、これ思い出した話じゃないです、全然普通の話、あとそんなツルトンタンじゃない、うん、ツルトンタンはちょっと多分ちょっとね、うどん屋さんでにしたらすごいちょっとお値段が張るじゃないですか、だからツルトンタンは
誰かと一緒じゃないといかないと思います私はきっとそういう女。そうで、まあとりあえずうどん屋さんに行ったんですね。でなんかそのアプリにクーポンがあって、あ、このクーポン使おうと思って、なんか今日行くか迷ったの本当。うどん屋さんに行くか、牛丼屋さんにするか、そうめっちゃ迷ったの。でも今日までの、あ違う、明日までのうどん屋さんのクーポンがあると思って、うどん屋さんにしようって思って決めたんですよ。で行きました。でおね注文しました、ありがとうございますって注文して、レジも終わって、こう食べいただきますって食べようとして、こう何でしたっけ、これ紙エプロンをつけている時に思い出しました、クーポン使ってないそうバカだよね本当に、本当にバカだよね。え、何のためにうちうどん屋さん行ったんだろうみたいな。そう、本当に何のためにそのうどん屋さんに行ったんだろうって思いました。私はてか今でも思ってます。でも美味しかったです。だからまあいいです。当たり、何当たりって、ダーユーさん当たりおめでとう。当たりがよくわかんないけど、風の噂聞いたよ、やらかしたらしい。ほんとバカだよね。以上、ちょっと先にメール送るね、時間があれだから、ごめん。だから15分まで配信するから許して。おい、やばい、いやもう久しぶりにこんなに配信できてるのがすごく嬉しい、楽しい、ありがとう。こんなじゃないけど、全然だけど、短いけど、ちょっとここ4日間ぐらいは、3日間、4日間、そうちょっと短めって自分の中で決めたから、わざと配信好きなのってか、なんかね喋れる場所があるってありがたい。だからそう、ちょっと待って、とりあえずちょっと待って、あ間違えた、いやラジオ番組は多分あれだとこんなに喋んないと思う、コメントが来るから。そう、写真これじゃないな、こっちにしよう。見せていただいた、
待ってね、ごめんね、メールを書いています。今日もお顔が天才、それな、ありがとう。いつも使った写真消すんですけど、大体ゆりさんとの写真は消したくない。ニコニコ、いや自撮りとかは全然消します。あのまたね、同じやつを送ったりしないように。あ、そう、ありがとう教えてくれて。今日発売のボム8月号さんに、私出演させて、出演というかあのオフショットとかアンケートが掲載されております。ありがとうございます。多分みんなに取ったアンケートだと思うんで、こっから随時なのかなと思うんですけど、掲載していただいております。あの星屑テレパスのオフショットです、すいません。星屑テレパスのオフショットとか星屑テレパスのアンケートについてのアンケートを掲載していただいています。あの本当に私はアンケートが長すぎることで有名なんですけど、勝手にね勝手にアンケートが長すぎることで有名なんですけど、あの今回も長く書いてしまって、あの他のメンバーの文章量との差が本当にすごくて申し訳ない気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。すいません。でもやっぱりなんかそのこれまでのね、10年間生きてきたアイドルとしてね、10年間11年アイドルとして生きてきた中で、こういろんなアンケートを書いてきて、結構文章が抜粋して載るっていうことが多かったので、まあ長く書いとけばいいとこだけ抜粋してくれるだろうっていつも思いながら長文で書いてるんですね。したら大体いつも全部載るっていう、全部載せていただいてありがとうっていう気持ちではあるんですけど、ゆきりんさんのコンサートの時は本当に失礼しました。はい、すいません、本当にごめんなさいはい、でもそのおかげで逆になんか覚えてもらえたかなって、こいつアンケート長いやつだって覚えてもらえたかなって思うんで、はい、私長かったから使われたっていう説もあるので、本当にありがとうございます。はい、これからもなるべく簡潔に文章をまとめようっていう気持ちはあるんですけれども、なるべく長く書かせていただきたいなと思います。はい、すいません、ありがとうございます。頑張ります、これからも。特技、あ、趣味、いや特技、アンケートを長く書く特技っていうか何なんだろうね。いや、そう、なんかこれも言いたいあれも言いたいが出てきちゃうんですよ。そうなの、だからどんどん長くなっていっちゃうのよ。すいません、いや頭良いわけじゃないですよ。文章をこうやってギュッてできない頭の悪さなんですけど、逆に。でも私はこれも伝えたい、あれも伝えたい、これも喋りたい、あれも喋りたい、どんどん増えていく。ごめん、でもぴょん推しの人は全員読んでください。私の本当に私の思いのこもったアンケートなので、アンケートというか普通に超なんていうの、文章なので
ちゃんと何文字以内で書いてくださいっていうアンケートに対しては何文字以内で書くようにすごいちゃんと心がけてはいるんで安心してください。でもいつもその何文字以内で書いてくださいみたいなアンケートはすごく苦手です。できるだけこう文章を削ろうみたいな気持ちで書かなきゃいけないので、なんか最初にまずやばいもう15分まず私のアンケートの書き方、その何文字以内みたいな書き方としてはもう全部書くんですよ、もう書きたい内容で、それをあの文章何文字数アプリみたいなやつにコピペして、長いってなって消すっていう作業をしております。いつも短い増やさなきゃってなったことは大体ないです、はい長い消さなきゃが多いです。結構そうなの。だから私は本当にこうやって喋ることよりもこう文字を考えて書く方が多分どんどん長く喋る人になっていくのね。そう、あ、最近のアンケートは紙じゃなくてあのピピピって携帯が多いので、もう思ったことをこう書いて遂行して消してみたいなっていうことが結構できるようになっているので、どんどん増えていく。だからね、これからも増やしていく。ありがとう。ということで15分になるので、もう自分で課したあれです。これは自分で課した罪じゃない、なんていうの、自分で課した課題なので、私はシンポジオ頑張るっていう。いや絶対違うと思うんですけど、今日はインスタと TikTok を更新しましたのでぜひご覧ください。あとひゆかがね、ひゆかとこの間撮った TikTok も更新してもらえて更新されているので、ぜひそちらの方も合わせて楽しんだり見ていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。それではランキングいきます。1位てつやアットハルピョン大大大好きさん、ありがとうございます。2位 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。3位長月シンポジ頑張ってねさん、ありがとうございます。4位トラック野郎さんアットゴリさん、ありがとうございます。5位鉄道ナイトアットピョンズさん、ありがとうございます。6位ともゆきさん、ありがとうございます。7位高間がおピョンズ明日も素敵な日になりますようにさん、ありがとうございます。8位マックミックさん、ありがとうございます。9位サプライズレバートピョンズさん、ありがとうございます。10位アルバンさん、ありがとうございます。11位ショッチマンさん、ありがとうございます。12位ダーユーさん、ありがとうございます。13位イバジョンアット永遠に真夏希望絶対やだ、ありがとうございますということで皆さんありがとうございました。この後も2曲だけ頑張ってからお風呂に入って、11時までには絶対にお風呂に入りたいと思います。頑張りますということで、それでは皆さんありがとうございました。また明日シンポジ頑張りたいと思います。明日は多分きっと昨日と同じ感じかなって思います。いつもだったらね、午前中にも配信して夜も配信してって感じなんですけど、明日は多分夜だけ頑張るって決めてるから、今私すごい頑張るって決めてるからということで、今を今日を本当に、だって今日を乗り越えて明日を乗り越えたらもう、まあ明後日のも思い出さなきゃいけないんですけど、頑張ったって自分に言えると思うんで頑張ります。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6897盛り上がりの皆さんに切ってきた映画をお届けしちゃう、富山県出身アルピョンことアシオタルナでした。それではありがとうございました。おやすみなさい、またね、頑張ります、ありがとう。